どうも井上真樹ですよ。どうもノーミルクサトでございます。よろしくお願いします。今日のミル赤はこちらです。飛んでた。ええー、今週末を見ていこうミルトとトプレビュー。パチ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 お願いいたします。お願いします。まあこれからちょうどあのゴールデンウィークに差し掛かっていくということもあって、はい、まあ今回例えば鹿島ガンバだとかあとここに載せてないですが、うん、マリノス名古屋だとか。はい あとね、J3 なんかで今上位対決、富山松本だとか。そうですね。だね、激圧対決が多いんですよいんよ。美味しいところはやっぱここに設置されてるんでしょう、うこれは。そういうことですね。ねはいはいはい。でもだけど、うん、要はゴールデンウィークなので、マ、ま、サ、あ。はい。 ここから皆さん大連戦が続きます。大連ゃそうですねってことは監督の皆さん的にもスタメンをちょっと取っかえてやりくりしなきゃいけない時でもあると思うので大変だね大変だけどそうなんですよ稼ぎ時ですかリーグとしては。ういうことなんですね。ということで J1 第10節 J2 第12節 J3 第8節ゴールデンウィーク連戦初戦を制すのはどこだということでデータプレビューしてきてはお願いいたしますミラーカーゴールデンウィークも休まず毎日やっていく予定でございます。 よろしくお願いいたします。お願いします。はい。行きましょう。はい。うん、お願いします。ってことでまずはまずこちらミルトとトバ。ミルトとトは,、えー、はですね仮想トトカルチ和レールを行っております、えー、概要欄からご覧いただきましてですね,ですね専用ページからえっ、ーえー、と。 あるとか、そうができますんでね。はい、レッツベッドでボタンを押していただいて、えー、い予想していただきたい。ポイント争奪で順位がね、えー、総合で決まっておりますので、そちらでね、もうなんかしのぎを削っていただきたいなと思っておりますと。すえー、同時にそのデータサイトではいろんなデータを見れますので、いろんなご参考にして楽しんでいただくのもどうでしょうかと言って、私の順位がどんどん落ちています。<laughs> 頑張れ、俺。 まさ、はい、今大体第90位ぐらい、ね、やばい !15 位にいたのにまずい、ね、私今まさ30位ですからね。地域一緒地域一緒見とけよ。<laughs> はい、と、はいうことで今週末のね、J1、J2、はい、J3 いろいろありますの、ね、で、まずは J1 からいきたいと思います。はい、こちらでございます。はい、出ました。はい。うん J1 は今週末土曜日にこちらの8カードが行われます。はいはい、一応念のためなんですけど、うん、同日深夜に、えー、浦和 VS アルヒラルという ACL の試合がある関係で、今度は第10節の浦和対突という試合は、えー、5月10日の水曜日に延期ということになっております。ね、頑張ってほしいね、これね。はい。全力を尽くしてほしいですね。ということでございます。こちら表の見方、真ん中に対戦カードと、はいまあ、ホームメインでね、真ん中にその勝敗だとかってことが、まあ、ホーム勝ち、はいえー グリーン、えー、ドローグレー、そしてアウェイガーしのところでオレンジとか書いてあって、左にはホーム側の諸々、えー、のデータ、右側にアウェイ側のドボロモのデータが書いております。はい。うん、まあこれで見ていくと、やっぱりまさ、なんか鹿島対ガンバってところがちょっとデータが激しいですね。グリーン、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 グレーということで。そうですね。鹿島、ガンバにめっちゃ強いんですね。相性で言うとね。本当だ。ね、<ー> <laughs> これ、すごいデータがあるなと思いますけどこれは前す勢いを取り戻しつつある鹿島ですから。 そうなんですよ、ね。怖い一つね。勢いついたいとこでもあるし、はい、頑張としては、うん、そうはさせる回と。そういうこで我々も流れ変えんねんと。う,う,とね、うん。ううね、あとは東京対新潟ってね、こうね、アルベルダービーみたいなこともありますから。ああ、そうか。うん、面白い試合が目白しでございます。今回、g 1からピックアップ4試合持ってきました。ので、はいろいろ皆さんと見ていきましょう。ま,まず1試合目はこちらですと。ド、はい、セレス・ヒロシマン。 いやこれはちょっと思い出されますよね、うん、あのー、去年のルヴァンカップとかですか、うん、ありましたけれどもねう、えー、こういう対決なんかもはいというところでのカードなんですがなんと直近6試合戦ってなんと広島がセレスソ相手にいやそうなんですね5回勝ってるなんて形になってるんですよねこれちなみにえと他のデータで見てみるとすごいのがあのね広島今季実はアウェ 無敗だったりするんですけど、<い>はい、あとセレッソホームでやったとき、ここ数年間、広島が全勝なんですよ。うんうん、<laughs> なんでかそんなデータが残ってるってのがあって<ー>、広島が勝つっていう方の予想をちょっと取りやすい状態ではあるのかなと、ただ直近でいうと、両チームね、あのセレッソも直近6試合で負けたの札幌戦の1回だけで、うん、広島も直近負けたのが、ね、直近6試合の中で前回の東京戦だけだってところなので。はい 最近の状態が物ごっつくいい両チームでの対戦ということになります。最近の調子で言うんであれば、J1 の中では最もちょっと激しく熱いカードになる可能性があるんじゃないかというのがありそうです。はいはい、でまあ、あと、ただ唯一問題なのは、なんか、今シーズン何でかしらだけど、雨めっちゃ多いんですよね、まず、あうん。うん、そうですね。で、この週末雨なんですよ、また。 これがどう生きてくるかってことですね、するそうなんですよね。はい、ただ、なんでか今年の雨よくわかんないのが、雨の試合って普通点数落ちるはずなんですけど、うん、そうなのよ。なんか大荒れなんですよね、えー。めっちゃ入るのよ、<laughs> 雨の日に。ね <laughs> だからこれなんか直近のこれ6試合の対戦見てても、なんか1、2>, うん、1> 2で広島が勝ったってが4回あるんだけど、はい なんかいわゆる合計3点以上生まれる可能性もあるんじゃないかなとは思うので。なるほどなこれはういう。皆さんそこら辺をどう見るかと。というい、ね、うん、ことになってくるかどうかと思います。いますという規制です、広島でございしました。はいはいそして続いて、やっぱりこの試合は注目試合に上げざるを得ないこのカード。うん、続いてこちら。うんえー、レイソル・京都。はい、まあね、まだ記憶に新しい、やっぱりあの13対1、やっぱりまだ思い出してゃいますけ、ね、ど。このカードね。 そうですね。はいはい、実はね、このカード、ちょっと特殊なカードなんですよ、マーさん。うん、えこれがの過去のいろんな今シーズンだとか、いわゆる直近の6試合だとか、うん、まあ過去の相性だとか、まあ、いろんなものあるんですけど、ちょっと注目していただきたいのがですね、もう一個違うデータがあるんですよ。うん、実はですね、柏ってのは、 ちょっと今シーズンの、いわゆる言い方あれですけど、いわゆる塩試合、あんまりこう、点の入らない試合が多いっていうチームになってるんですよ。はいはいはい。J リーグ全体の中で言うとね。はいはい、はい、で、京都が、あのー、横、あ、ごめんなさい、横浜 FC、あとは湘南、うん、札幌と並んでぐらいな感じで、派遣、うん、試合が多いカードとなっております。はいはい。しかも結構、両チームがて得点することも結構多いなっていうところがあるので、はい 京都はだからこうハイスコアゲームというか、他店チェアに持ち込みたがっているようなところもあるのかもしれないし、ね、で、そのできるだけそこら辺はこう1-0とか1-1とかできるだけこうあんまり点入らないような展開に臨んでるのかもしれないですけど、あくまで今シーズンのデータから言えばねっていうところですけど、ど要はウィナーとかで考えたら皆さんどっちのお流れを信じるのかっていうところで、うん、予想の対象がちょっと変わってくるんじゃないのかな。ね、なるほど。まあ、うん。 あくまで相性で言うと、ここ最近はそんなにこう、いっぱい点がある3対2とか、それこそ昔の13対1みたいなことは全然なくて、まあ0-2とか0-1とかそういうのが結構多かったりするんですけどね、相性的に言うと。まあただどうなるかっていうところが、まあ注目ポイントにはなるかもしれないなすね。7と9位の対戦でございます。はい、ということでございます。はい。そして続いて3つ目今度こちら、このカード過ごそう、ドン。 これは熱そうなゲームですけど、ねいでしょう、これはね。でかいでしょうよ、両チームにとってもね。はい。という、えー、ことで、まあ、マリノス、名古屋のデータ、いろいろ見ていこうと思うんですが、うんまあ、真ん中の相性を見てみると、直近6試合の対戦で、まあ、マリノスが4勝、名古屋が2勝ということになっているんです。はい、でただ、見てもらいたいのが、ね、マリノスのちょっとデータなんですよ、マーサ。はい、今シーズン、マリノスここまで9試合。うん やってきてて、得点が17、失点が10なんですけど、はい、あくまでホームでやった時のデータ見てみると、はい、得点が10、失点が2なんです。はい,はいはいはい。要はあの、アウェイではマリオス確かにちょっと点取られやすい傾向はあるんですが、うん、ホーム日産でやると4試合で3勝1分け無敗、10得点2失点なので、うん ちょっとホームでやるんだれば、ややい、マリノス川のデータ結構揃ってるんじゃないかなっていうのは、ちょっと見立てとしてはし。なるほどね。あるかもしれません。どっちも勝負強いだけにな。これに雨ってなってくるとな。なんかまた。そうなのよね<ー>。難しいんだけどね。そうなのよ。あと、名古屋の方は、 と直近6試合、なんと巻き出しできて、レイソルに勝って東京と引き分けて、新潟に勝って浦和と引き分けて、川崎に勝って、湘南と打ち合っての2二2ということになってましたと。うんうん、ただ、やっぱ名古屋ってやっぱ堅守のチームではあるんですけど、うん、最近ちょっと点が取られるケースが増えてきてしまってるというのがあるので、いわゆるディフェンスをどれぐらい整えてくるのかな、しかもやっぱ得点めっちゃしてくれるマリノスなので、うん1まあ一点。 ちょっと覚悟しなきゃいけないかもしれないけれども、ただカウンターのね勢いが鋭い,いですから、そうです、ねうん、何のその辺どうすんだろうっていうね、いつもみたいにこうみんな上がっていくのかな、そうですね、うん、ちなみにあのこれ、われわれ収録してるのは4月26日の水曜日なんですけど、はい、あの名古屋はどうやら雨だって思うて、まあ、東京も雨降ってますけど、うん、あのユンカーさんが寒波しながら散歩してました。 傘さしながら。で、ええ、それをね、エスエに上げてました。雨に慣れようとしている。<laughs> <ー>そうかそう。雨でも問題ない、雨もしたたるいい男状態でもありましたので、うん。そうですね。はい、ユンカーさんの調子にもご注目いただければと思いますな、ね。はい、はい、そして、ええ、ジェーバン今日ラストのピックアップこちら。はい。 先ほども触れたアントラーズガンバということでございます。なんとですね、ここ相性は先ほど言った通り鹿島が圧勝っていう,うん状態なんですが、はい、あのね、今年まずは鹿島は、うん、なんと鹿島スタジアムまだ未勝利です。ああ、そうなんでしょう。4試合やって1分け3敗いや。これはだから期待されてますよね。こここでやっぱりこう 流れ変えるためにはホームでの勝ち、うん、勝ち名乗りを上げたいよね。そういうことですね。うん、対するなんとガンバもアウェーで未勝利の位置分け3敗ああってことてで、はいはいはい、なんとホーム未勝利 VS アウェー未勝利という対決。なるほど。はい、で、これだから鹿島が相性いいんで鹿島って見方もあるし、あのポゼッションの精度っていうところではガンバの方が明らかに上回ってる部分もあったりする。はいはい うんなんでちょっと頑張って見方もあるし、雨の日の,あの順位がちょっとまだなかなか上に上がってきてないよっていうカードでやると結構引き分けになりがちっていうのが G リーグだったりもするのでだ勝ちにも、ホーム勝ちにも、アウェー勝ちにも、ドローにもちょっとやっぱりどれにでも予想したくなるようなカードにはなってるかなと思いますが、なるほど皆さんはどこを重視してデータを見ますかという。 そうか、うん、今晩、21時はニコ生ウィナーって,って予想チャンネル。これは清水さん、川端さんがどう予想してるかもね。そうですね。参考にしましょう。はい。うん。ちなみにこれ、あの、世界中のあらゆるこうデータベースでなんですけど、はい、あの、カウンター型の442っていう今の鹿島のフォーメーションと、うん、あの、このガンバの4123の,ポ,あのポゼッションっていうスタイルだと、うん、あの、相性的には442カウンター型の鹿島の方が圧倒的に相性は上です。うんえー そういうのもあんのか。うん。7割型柏だと思っていただいてもいいぐらいのレベルです。へなんかそういうのがあるんですよね。なぜかわかんないけどね。うんうんうん。でも、だからガンバもそういうデータが入ってるのはもう間違いないと思うので、それをどう崩してくるか、ポヤトス監督、その手腕にちょっと注目が集まると。はい。いや、流霊なね、お説明ありがとうございます。ありがとうございます。入ってきました。ありがとうございます。楽しみになってきました。そうですね。はい。はい。そして、続いて今度は J2 見ていきましょう。今度こちらでございます。はい。 はい、J2 はこんなカードがあり。あ、仙台を置いた。ああ、なるほど。今ま注目でしょうね、ここがね。まあ、コなんかもね、俺、勢いあるもんね。欲しいカードですからね。ねえ。ははい、いろいろどうなりますかと。まあ、言ったところなんですが、今回はですね、僕、ちょっとこんなカードをピックアップしてまいりました。J2 からは1試合持ってまいりました。こちらですと、千葉大宮。千葉大宮。おー そうなんですよこれなんで持ってきたかのかって話なんですけどはい、はい、おー大宮のやっぱり安倍にちょっと注目してほしいところがあるんですねあくまでウィナー目線で言った話ではあるんですけど、はい 実は大宮ここまで11試合やって4勝7敗というチームなんですが、はい、アウェーはまだ勝ち点が取れてないんですよ。うそうなんだね。そうなんですよ。はいはい、途中まではね、ホーム全勝アウェー全敗だったんですが、ちょっと最近ね、ホームでも2連敗きしてしまってっていうところがあって、はい、ちょっとなかなか勝ち星から離れてしまってるチームではあるんですが、果たしてどうなるかといったところ。うんうん ただこれ千葉と大宮がどっちもね、あの同じタイプの442ってなりそうってところがあるので、うん、両者ちょっと可能性は高いんじゃないかってことはかなりあるんじゃないかと思っております。はいはいはい。ただやっぱこれ問題なのが、やっぱ20位対17位っていうところが一つ問題になっていて、うん、先ほどの鹿島頑張と同じような感じなんですけど、うん、そういうちょっと順位が高くないもん同士で雨の日の 対戦ということになると引き分けになりがちっていうケースはありますから、ディナーで言うと、うん、おろーって目線もなんかちょっと説得力があるようなかう方もしちゃうんですけども、もも得点期あと、ただ唯一、唯一、唯一,一、一つ言うんであればなんですけど、雨の日ってことは、はい、数年前の J3 の岐阜さんがあの証明してくれたんですけど、セ、うん、ットプレーでの得点パターン持ってるチームってのは、うん 結構点入るんです。あーまあ、そうか、空中戦だからね。<う>うん、雨だから、シュート狙っていくけど、ゴールのネットをやらすってよりかは、全然そこでコーナーさえ取れれば、それで御の字って感じ。ですると、千葉だったら、ブワニカ選手とか、やっぱり荒井選手、西久保選手あたりが強いですしうあそう、ね、印象あるね。 はい<ー>で、大宮だとやっぱり袴田選手が最終的に90分プラスアルファのところで得点しがちっての結構ありますから、そうかそうか,そうかそうか。皆さんは誰のこのディフェンダーが誰か点取ってくるんじゃないかってところちょっと見ていただいて、うん、なるほどな。誰があるのかななんてちと注目していただけと思います。いや、盛り上げるね、先生。なるほどな。ありがとうございます。ということでございました。はい,はい、はい、そして今日ラスト G3 でございます。はい 先週お休みね、リーグ戦でお休みでしたけれども、j ではこちらでも。そうですね。はい、こんなカードと。岩手、鹿児島。うん、ありますよと。ですか、富山松本。はい。おとは YS 今治ですか、マスさマジ今治、私、実況させていただくんですよ。いってらっしゃいませ。というカードがいろいろありますけれども、今回、ピックアップで持ってまいりましたら、こちらのカードでございます。はい やっぱり。こち二三位対決、小山松本さんです。ええ、こちらはあの先ほど j ェンでご紹介したガンバの。がんば、鹿島ガンバの真逆がね、まさに一個あるんですよ。小山は今季、ホームで二勝一分け無敗。八得点五失点と。うん。強い。チームになっております。要塞だね。ねえ。対する松本はなんと。 アウェ無敗ですいやそりゃすごいなしかも3勝1分け10得点3失点いうことすごいなやっぱりこう乗り込みがいがあるでしょうねサポーターの皆さんもねそうなんですよそれはでもこれはサポーターの力迫力雰囲気大いにあるんじゃないですかさすがあると思いますねびっくりしちゃうから JSD の皆さんはいっぱいいるっていうねそうね だから今の、片原ール・トさんもね、ツイッターであの、左も社長もふ、ですけど、めちゃくちゃ今、はい、あの、この松本戦に向けてのプロモーション活動が本当すごくて、なんかもう1万人ぐらい行くんじゃないかってぐらい。そう。ここね。そうですよそう。うん、そうなんです。だから超すごいちょっとね、試合になるんじゃないかと思いますから。うんなるほど はい、あともうまさに試合であの観客席にどれだけ埋まってるのかなんてところを見るのも楽しみなところだなと思っておりまだから、なんならあれですよね、またちょっとあのカッターさんにちょっと、ね、お越しいただいて、この試合、一体どうだったのかとかです、ねはい、そんなカードとなっております。はいはい 皆さんこのカードもどちらのデータが強みかなってことをあのね、考えながら予想していただけると楽しいのかなっていうふうに思います。あいます。<ー>はい、よろしくお願いします。お願いします。はい。いね、先生もやっぱりそのウィナーのね、決定予想チャンネルに、うん、ニコラボの方で毎週やってますから、なんかキレが増してますよね、こう喋りの。<laughs> ワ,クワクワクさせる工場みたいなのはね。<laughs> ありがとうございます。やっぱあの、清水さん、川端さんと論客とね、これもうやってますから、く、うんぞ遅れやってますから、毎週ね。<laughs> 楽しいですか。らね目が増してますよ、先生。ありがとうございます。皆さんもちょっとね、あのサッカーとサッカーの話もめちゃくちゃこう楽しい流れできてるかなと思いますので。はい、徹底予想チャンネル、そしてあのミルトとの方もご参加いただけます。幸いです。よろしくお願いします。ミルトとのこのランキングご紹介しちゃいますか。一そば太郎さん。そうなのよ。そば太郎。黒黒さん。三位はバ松丸さんでございます。ありがとうございます。だって、そば太郎さんは何。 スコア的中率12.1%。めちゃくちゃすごいよね。勝敗的中率になりますと、十七点二パー、27.2%。4分の1以上当てるってことですよ、勝ち負けを。そうなんですすごいですねこれもう雇い入れましょう。そばサロさんは。しかもね、そ、ま、ば太郎さんは、はいはい、確かね、第2節ぐらいからは、はい、ずっと首位キープしてるんですよ。うん、あ、すげえ。マジですげーずっとちゃんと毎節結果残されてるってところがあって。 黒黒さんもだいぶ近い数値ですけどね。い,いや、そうなんです、ね。いや、松丸さん、最後、これ、あの、次回からこの表を出しましょう。 そうですね皆さんのモチベーションにもなると思いますね。よろしくお願いします。お願いします。ぜひご参加いただきたいと思います。ということでございます。今日もね、お送りしてきました。ミルトとプレビューでございます。先生、ありがとうございました。ありがとうございます。今夜にニコラをもぜひご覧いただきたいと思います。生放送でお送りしております。お願いします。ということで、ミルトカ、また今週もよろしくね、稲尾山でございました。ありがとうございました。またね。楽しく。 激しい週末をお過ごしください。<laughs> ありがとうございました <laughs>。<laughs>